たらふふふふ、あーいたーラブリー。はい、というわけで視聴者の皆さんこんにちは、ピュアソングガーデン PR 大使の河合クオンです。本日はアイタンオンステージにやってまいりました。ん？ふむふむ、アイタンを知らない？ていうか、あれはアイじゃなくイロハタンじゃないのかって。イロハタン、こっち来て。はい、自己紹介して。2077年の未来から来ました、星野イロハです。今はロケあって、VR アイドルアイさんの代役というか中の人をやってます。改めて聞くと見事に複雑な設定ですね。そこを設定って言わない。いろはちゃんは未来からやってきたタイムトラベラーなのよね。で、その時入った素体、つまり仮の体がたまたま VR アイドルアイタンのものだったと。たまたまではありませんが、外見的特徴は本人が見ても見分けがつかないほど合致していますし、だからこそタイムシフトの素体として。あー、その辺説明すると長くなるから本編でね。体験版も出てるよ。はいはい、質問いいですか。はい、いろはさん、 VR アイドルって何ですか。いい質問ですね。お答えしましょう。 VR アイドル、それは仮想現実の世界に舞い降りたまさしく理想のアイドルたち。現実ではありえない超絶可愛い女の子たちなの。主観的すぎてさっぱり説明になっていませんね。つまり VR に疑似的に作られた都合のいい少女ということですね。ああ、やだやだ。そんなよくあるディスで VR アイドルファン歴年の私が動揺するとでも。 VR アイドルはピュアソングガーデンによって新たなステージへ立つ。手をつなげる VR アイドルとしてアイタンが降臨するのよ。はい、ちなみにイロハタンが入っているアイの素体はルネザンス工業製。ちゃんとエッチいことも。わー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 。というわけでイロハタンに触ってみたい人は今すぐピュアソングガーデンを予約しよう。発売まであと6日。恥ずかしいけど頑張ります。